キュッリッキ作品41は、ジャンシベリウスが1904年に作曲したピアノ曲。ピアノのための3つの叙情的な作品という副題が付されている。題名は、彼らから取られているものの、本作はこの民族叙事詩に基づく筋書きを持っていない。なお、キュッリッキは、叙事詩の中で連民会年にさらわれて、妻となるが、約束を破って、 他の娘たちのもとへ出かけたため夫に捨て去られる。全3曲からなり、演奏時間は約12分。ユニゾンの音景により開始し,し、間もなくトレモロの伴奏に乗って、フレイ一が奏される。フレイ一両手のアルペッチョから次の部分へ移行し、精力的に展開される。やがてフレイ一が回帰して最後はアルペッチョを繰り返した、後堂々と締めくくられる。 陰鬱な民謡を思わせる旋律に開始する。フレーに突如高音のトレモロが挿入される。繰り返されたトレモロ呼び水となって中間部へ至り、大きな盛り上がりを築く。重音のトレモロを聴いた後シンコペーションの伴奏に乗ってフレーニが戻り、最後に再びトレモロが挿入されて、曲の終わりを迎える。全曲までとは、打って変わって明るい曲調の楽曲である。冒頭。 急速な音景が繰り返される。フレー3曲はそのまま勢いを保ってリズミカルな楽奏が繰り広げられる。中間部はトランク色に転じて主部と対象をなす。フレー3が回帰して勢いを取り戻し、軽快な楽奏が音量を沈めてそのまま全曲の幕が下ろされる。ありがとうございます。